本当なら前回がラストの予定でしたが、坊主という残念な結果になってしまい、めちゃくちゃ悔しくて、あのままでは終われないと思ったので、今回こそ2023年最後の釣り納めということで、七色ダムへ行ってみたいと思います。それでは安全運転で行ってきまーす。7時に出船しました。今回こそ今年最後の七色ダム釣行なので、なんとか1尾そしてナイスフィッシュ目指して頑張ってきます。マジで食ってくれへんのかい。おるやん。なのにマジかミスった。テール切られた。残念。ジャバシャット。いや残念。マジかよ。食えよちゃんと。おったのに。もう一回。ああマジか。もうこんか。切れたし。
マジか、頼む、バレんなよ。おお、来たぞ、ラスト、ラストラスト。ちょっと、はあ、オッケーオッケー、バレんな、最後に来た。ネットでいっか、こいつは。頼む、オッケー、しゃあ、やっと釣れた、よかった。マジかー、ミローラありがとう、すげえ、やった、来てよかった。35やね。最下流ダムサイトの V 周りをビローラのジグヘッドリグで目指すとしてると、ナイスバスが釣れました。サンキューありがとう、最高。七色ダム調校終了しました。一週間前に来た時は坊主という残念な結果になってしまい、めちゃくちゃ悔しくて、このままでは終われないと思い、もう一度七色ダムへやってくると、前回と違って朝はかなり冷え込んでいて、昼から風も吹き、12月らしい寒い一日でした。チェイスはあったもののなかなか食わせきれず、またしても坊主で終わってしまうかなと思いましたが、夕方ラストに最下流ダムサイトの V 周りで、ビローラのジグヘッドリグをミドスとして探っていると、ナイスバスが釣れて、最後まで諦めずに釣りをして、なんとか釣ることができてめちゃくちゃ嬉しかったです。15年以上利用させてもらって、すごくお世話になったレンタルボート169さんが、12月で閉店しまうのは、とても寂しいですが、最後にいい超過報告ができて、はい、行きまーす、はい、とても思い出深い2023年の釣り納めになりました。それではまた次回頑張りたいと思います。ありがとうございました。